さて、じゃあ椿の部屋に向かっていくんですけど、道はないよね。そうだよね、多分洞窟の中戻んないといけないと思うんだけど、洞窟の中戻りましょうかね。一応ゲームパッドの地図を見ながらやってはいるんですけど、最高。また洞窟内に何か出てきそうだな。何も出てこないことを祈るしかない。さあ戻るぞ。一瞬なんかロードみたいなの入ったから多分なんか来るんじゃない。そんなことない。ダンスさあ、ここで多分2階に上がんないといけないと思うんですけど、椿の部屋これよりも上の階層にあったから。椿の部屋、あーこの先だ、もうこの先だ。ここを開けてこの廊下の先に椿がある。本当椿で合ってんのか分かんないけどね。この右だな、ここだな。いや、ユリだね。椿じゃねえや。ユリの鍵ね。鍵が開いたようだ。わあ、すげえとこ、ここ。やーばい、ここ。お札が貼られた箱に黒い水が満たされている。水の中に何か沈められているようだ。やばいな、ここ。あるな、文章があるな。薄暗い床に落ちている古文書を見つけた。開き箱の書。じゃあ読みたい人だけ読んでみてください。まあ1ページなんでね。まあなんか箱に関することでしょう。どこだここは。これ初めての場所かな。扉これ違うわ。こっちか。あ、ここまだ入ったことなさそう。ゲームパッドの地図。なんかめっちゃ折ってる。あ、フィルムだ。14式なかったら14式でもいいんだけど。よし、人が言ったら14式だわ。なんか今回すげえな。なんか俺が言ったことが全てなんか本当になるような。なんか。井戸なんかあるぞ、あれ。どうすんの、これ。一応あれはもう取れんのかな。強化レンズ。きたーれー、きたー、これ待ってたー、待ってましたー、きたー、きたー、強化レンズレー、これが来た。自分の体力が少ないほど相手に当たるダメージがある。射撃に装備してレーが溜まってる時にあるし、これ来たー、これ待ってたんだよー、この強化レンズ。ほんと待ってた。ねー、どうしよう。これも使ってないからこれでいいや。よし、強化レンズレー。ほんと待ってた、これ。劇と霊は本当に強いから、滅もね、本当は強いはずなんですよ、もっと。調べる。井戸の中に吊るされたムクロのようなものに何か光るものが引っかかっている。縄を緩めれば下の階に下ろすそうだ。あ、緩める？んー、じゃ、さっきのとこ多分戻るんだろうな。いやー、強化レンズ霊ね、来たね、これ。これ。劇ってもともとね、普通だと手に入らないものなんですよね。今作から普通に手に入った。クリア後のなんか報酬みたいなんで劇は手に入るものだったんですよね。こっち行った？あ、こっちが箱の部屋か。じゃあ戻りますけど。ちょっと待って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 、ちょっとゲームパッドおかしい、ゲームパッドのあれがおかしい。赤くなってるからこっち開かないやつだ。こっちから帰れる。どうしよう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 
多分ここ通って幽霊と戦闘しないとダメな感じなんかな。でゲームパッドだともうあそこ赤くなってんだよね。多分入れ、多分出れないと思う。ほらこうなる。ほら来た。はい、いらっしゃいませ。どなた様ですか。またお前もしかして。まだ出ねえか。何度出てくんだ今回。お前何度出てくるんだよ今回。強化レンズ例使うか。じゃ あ自分の体力が少ない時だからダメだ。激とか滅じゃないと今回は。やばい、逃げよう。よし、強化レンズ激使った。どうだ。いいね、激が強いわ。激も例も強いからね。だいぶ、どこどこどこ行った。見えくそ。ダメ、逃げた方がいい。えらい狭い。わー、箱が。いや沈むとか言うけど箱が邪魔なんですけど、これ的には。いやー、やだ。強化レンズ霊ちょっと持っとこう。やばい、まずい、避けろ。どこどこ行った、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 どこ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 。強化レンズ霊使いたい。あー、離れた方がいい、離れた方がいい、離れた方がいい。いやー、ダメだった。どうだ霊、倒した。強化レンズ霊強いな。勝ったー。ちょっとマイホーマン使おう。あ、ダメ、ご浸水じゃない。ちょっと待って待って待って、ちょっと今回めっちゃ使うな、マイホーガンも。多分ここで開くんでしょ。ほら、よし、じゃあ戻りましょう。まあ普通に来た道を戻っていけばいいと思うんですけど。こっちだね。なんか水の音がするのがすげえ怖いな。あ、間違えた、こっちだね。こっちだ、こっち。これね、ここ。右下のナウローディングがかかってるから、なんか幽霊出てくるかっていうのがなんか分かりそうだな。さあ行きましょうか。でもさっき天井に吊らさがってたミイラみたいなのが多分下に落ちたんだと。あ、俺落ちてる落ちてる。あれ何なんだろう。さあ、あの札刈り桜とかも。え、何これ。うわー、ミイラじゃん。大きな鍵、箱の鍵、大きな鍵のようだ。黒い箱についている、装飾に似ている。どこだよそんな。え、あ、なんかあったなそんな。いや、誰、あ、またですか、また君ですか、またチミですか。ちょ、レールゼロ使う。あ、いう嘘、取ったでしょ今。なんだよ。あー、近い。あー、取れなかった、クソ最悪だ。ちょっと有利、また死にそうなんだけど。取った。よっしゃ、連射。あ、ダメだ、14式じゃないから全然体力は減ってない。強化レンズ霊使えるぞこれ、頑張れば。よし、来た、勝ったんじゃない。霊強え。強化レンズゼロ強い。霊とかゼロとか知らないけど強え。体力は全然ないからすげえ使えるんだけど。
さあ戻りましょうか。いや強化レンズレイ様々ですわ。いや本当にね、前作までは、ね、多分レイが一番強かったんじゃないかな、その普通に手に入るレンズでは。まあ、劇とかは、劇とかなんだっけ、なんとかっていうもう一個あるんですけど、劇とかは、本当に、クリア後のものすごい強い報酬みたいなんでもらえるやつ。あれだったんですか。まあ、やり込まないと手に入らなかったんですけど、今回なんか劇が普通に手に入るから、ちょっとびっくりっていうか、拍子抜けですよね。さあ、戻るぞ。ナウローディングが入る。多分この下だよね。この階段降りた下。この下。これに確か箱があったはず。これね。なんかある。あれ、万葉丸かな。ちょっと開けれる、ここ。万葉丸ならぜひとも欲しいんだけど。やった、万葉丸だな、これ。幽霊の敵そう。来なかった。よし。マヨガンゲット。じゃあ箱の鍵開けましょうか。焼いた。え？くぐる？何これ？まず、え、清めの日じゃないの？え、膝を抱えた、像の前に小さな箱が祀られている。中に、札鍵が入れられているようだ。月。巫女の像が持つ月と桜の2つの鍵が揃った。あー。どこ？え、どこですか、それ。あー、え？まあいいや。あ、ご神水だ。いただきまーす。完全にお供え物盗んでる感じじゃん。ダメでしょ。あ、なんか文書があるね。見取りという文字、見取りの金句なんつうのかわかんないけど。じゃあ、読みたい人だけ読んでみてください。はい、というわけで行きましょうか。どこかいまいちよく分かってないんだけど、とりあえず上の階段で上には行きますけど、ちょっとマップを見るとなんかどこからでも行けそうにないなんか場所にあるんだけど、何これ。これどうだ、一回下に降りないといけないのかな、これ。なんか、この先にあるんだよ。マップ見ると。ゲームパートのマップ見ると。だから、一回何、どうすんだろう。下に降りたままでいいんかな。一回下降りて、上がるとこある、そのとこから。あー、わかった。かもしんない、さっきの水に埋まってたとこから上がれるかもしんない。だからそこまでちょっとカットするかな。何もなければ多分カット。今回ナフローディングすげえ時間かかってんな。次は07式に変えて下ね。多分この上なんじゃねえかなと思うんだけど、
そうだよね、ここだ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 、ああそうだ、前なんかここ来て開かなかった記憶あるもん、なんか、桜の札鍵、月、鍵が開いた、よし、いかにもなんか中心、あーこれあれだ、何いっぱいなんかあるぞ、とりあえず文書があるからそれをまず取っていく。山なりの書、とりあえず読みたいってだけ読んでみてください。黒き沢が何柱にねえでも、ちょっとよくわかんないけど、あーでも射撃の一回フィルムだけ撮らして、レイフィルム、レイか90式、ほらーなんかすげえな俺今回、ちょまたお前ですか、今回俺超能力持ってんじゃないかってぐらいなんかあれだな、冴えてるな。いやーダメだ、避けろ、避けれたっぽい、この狭いとこは反則でしょ、高い、ちょっと待って、強化レンズ例使うぞ、フェイタルダメだ、あー強化レンズ例ダメだ、なんか無駄に使っちゃった、まずいぞこれ、あーでもあと1回使えるわ、どうしよう、あいつくそ、はあ行き止まりだー、やばいまずいぞこれ、いやーおー取った、あーまさか間違えた、ボタンミスったー、まさかこんな初歩的なミスをするとは、よいしょ、でも強化レンズゼロは一応食らったはずなのに、よし強化レンズゼロもう一回使える、次で終わりだ、あー近い、あー鏡石使っちゃった、最悪、このクソがクソ野郎のクソジジイの手に許さねえ、いやクソジジイじゃなくて最近あのジジイ出てきてない、来るぞ、ボス上がったら来るぞ、うう何今真っ青ってたな、あー痛い、早く来てくれ、時間がないんだよ、いやー来た、おお、いやーどこ行った、ちょあいつ攻撃してこねえんだけど、なんだあれ、取った、勝ったろ、勝った、よし、勝利、強化レンズで様々ですわ、というわけでなんか射液が反応してるっていう、なんだろう、何、写真に何か写り込んだ、水門が開き、その奥には三上宮と思われる鳥居が見えている、はあ、おーすげえ、三人の巫女、三上を守る巫女の像が窓の外を向いた、窓の外はあの水門にある方が、これであの水門が開いたんだろうか、膝を抱えた像の前に古文書が置かれていた、三人柱という文字が読み込まれる、へーっと読みたい手だけどうぞ、あー水門を開ける、同じ写真を撮影する、一回下に降りないといけないのかな、この下に、いやなんかいいですね、今回だいぶ長いショーだな、多分こうなんじゃない、こっから撮れるんじゃない、はい、あーお久しぶりです、いやー取れなかった、ちょっとてめえにも霊使ってやろうか、あれ今日はお一人ですか、珍しいですね、体力が少ない時じゃないと霊使えないわ、取った、
でもそうこいつに霊使うまでもないと思うけどな、もう倒したもん。はい、お姉ちゃん、お姉ちゃん触らして、触らして、あ、ダメだった。よし、じゃあ取りましょうか、おとなしく。うわー、びっくりした、おめえ今日一番叫んだな、あいつ。大丈夫、ここは広い、ここは広い、お前なんて敵じゃない。てめえ、激使ってやる。てめえ、お前何度出てくんだよ。もうこれ今日3回ぐらい見たぞ、お前のこと。奇跡的に取れたな、倒したの絶対、激使ったのに。いやー、いいですね。やっぱ広いところだとそんな強くないんですよ、こいつ。いや、お前すげえタイムできたな、さっき。俺が写真撮ろっかー、あれ撮れねー、うわーみたいね、なんか。よし、撮るか。こっからだよね、多分。はい、撮った。スイモアーク？お、開いた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 。よし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 。水門が開いた。船に乗る。この向こうにソカさんが。おお。ほほ、すげえな、これ。これが三上宮か。